金山泉は毎日放送のアナウンサー。2006年4月1日から2009年1月31日までは中京テレビのアナウンサーであった。2009年2月1日付で毎日放送へ移籍してからスポーツ中継の実況を本格的に担当。JNN、JRN 加盟局の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞では テレビスポーツ実況部門で2016年度と2019年度に優秀賞を受賞している。新潟県上越市の出身で身長177センチメートル。実家は1492年に建立された浄土真珠大谷派の由緒ある寺、寺市金山泉光寺。その関係で特度の資格を有している。名前の泉も同時の名前から取られた。 ちなみに、実刑の洋介は、アミューズの社員で、プロ野球そこそこ、昔話などのプロデュースを担当している。新潟県立高田高等学校から、成城大学法学部へ進学。大学時代までは、野球部に所属していた。高校時代には、新潟県内で注目されるほどの選手だったが、浦和学院高等学校との練習試合で、当時の主戦投手だった、坂本八太郎、 大竹博士に歯が立たなかった。この対戦をきっかけに将来の目標をプロ野球選手からアナウンサーに変更したという。大学卒業後の2006年にプロ野球中継の実況を志しながらアナウンサーとして中京テレビに入社。その結果、新潟県出身者で初めて大学野球を経てアナウンサーになった。同期入社のアナウンサーにあがツ恵美が NNNNNS 系列局では、虎谷ツ子がいる。しかし、毎日放送による、スポーツアナウンサーの中途採用へ応じたことから、2009年1月末日で、中京テレビを退社。同年2月に毎日放送へ移籍した。移籍に踏み切ったのは、中日ドラゴンズのホームゲーム中継系を持たない、中京テレビのプロ野球中継では、スポーツアナウンサーの出演機会が、 ビジターゲーム中継での中日側ベンチリポートに限られていることによる。毎日放送への入社後に初めて出演したのは2009年2月7日に MBS ラジオで放送されたイノコンボンバイエ。初めてのラジオ出演ながら生放送中に度胸を披露したり東京ヤクルトスワローズのファンであることを明かしたりした。その一方で翌3月開幕の 第81回選抜高等学校野球大会テレビ中継での実況デビューが入社の条件に定められていたことから入社の翌日から赤木誠によるマンツーマン方式の実況練習に臨んでいた2009年のプロ野球シーズンからは MBS ラジオの MBS タイガースナイターを中心にスポーツ中継のベンチリポーターや特別番組の司会を担当 同年7月8日には、出身の新潟県で開催された、広島東洋カープ阪神タイガー,アース戦において、プロ野球中継の実況デビューを果たした。その後は、関西ローカルのラジオ中継にとどまらず、日本放送ショーアップナイターとして、関東地方でも放送される、阪神戦中継の実況も担当している。2009年のナイターオフ期間には、 MBS 旅組とっておきたビラジオの金曜日で、先輩アナウンサー、上泉雄一との共演ながら、ラジオパーソナリティにも本格的に挑戦。同曜日の収録取材コーナー、金山泉のお寺田んぼを拝みますで、毎週自身の好きな寺院をめぐっては、スポーツアナウンサーならではの描写力でその寺院の魅力を伝えた。2010年1月15日から3月末までは、 MBS テレビの看板情報番組チチンプイプイ金曜日17時台の VTR 取材企画週末ウォーカーに月に1回のペースで金山泉のお寺探訪を拝みますの連動企画を担当したちなみに週末ウォーカーの担当集には同コーナーへの出演を終えてから MBS 旅組の生放送に臨んでいた2010年10月からは MBS テレビで平日夕方に放送中のローカルニュース番組ボイスで毎週月曜日にサブキャスターとしてボイスポとみんなで天気を担当。MBS ラジオでは2009年度に続いて MBS 旅組の金曜日でパーソナリティを務めたほか MBS トラ組タイガースライブコンチハコンちゃんお昼ですよにも出演していた。2014年4月以降は テレビラジオとも、スポーツ中継の実況、リポートを主に担当。スポーツ関連の番組を中心に出演するほか、情報、バラエティ系の番組で進行、リポートを任されることもある。2016年度と2019年度には、アノンシスト賞のテレビスポーツ実況部門で優秀賞を受賞。プライベートでは、2017年3月の結婚を経て、 2018年6月に第一子を授かった。なお、新日本放送時代の1959年3月1日から、テレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた。毎日放送は、2021年4月1日付で、ラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は、移管を機に、テレビ単営局へ移行したが、金山は、 アナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で株式会社 MBS ラジオが制作放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。遺憾翌日の2021年4月2日には株式会社 MBS ラジオとして初めて自社で制作放送したプロ野球のラジオ中継で実況を担当した。ビーズの大ファンとして 中京テレビアナウンサー時代毎日放送への移籍後テレビラジオ、ありがとうございます。